2019年度演舞、奏でです。布引きの滝の麓で人々は穏やかに暮らしていたが、突如現れた妖怪によってその平穏は失われてしまう。村を救うため、娘は布引きの滝で修行を続け、四つの滝を巡るうちに、やがて力を授かる。娘が弁財天と姿を変え、村に平和を取り戻すストーリーを表現します。それでは、2019年度演舞、奏で。改めまして、会場にご来場の皆様、こんにちは。神戸学生さこいチーム、みなとです。本日ご来場くださった皆様、そしてこの引退式を開催してくださったスタッフの皆様、このような初披露とお納めの場をいただき、本当にありがとうございます。今回披露させていただきます演舞は、みなと2019年度演舞、奏で。テーマは、布引きの滝に伝わる竜宮伝説です。私事ではありますが、今回の引退式の演舞をもちまして、奏の踊り納めとなり、そして、3回生最後の演舞となります。またこの演舞の困難に打ち勝ち、修行を経た娘に重ねて、コンセプトを次へ次へという裏声を名付けました。我々3回生が引退して、次に活気のあふれるみんなが、1、2回生のみんながチームを引っ張って、またさまざまな困難を乗り越え、我々みんなと次へ次へと向かっていきます。引退演舞だからこそ、そして納め演舞だからこそ、次へ次へと向かっていく我々の最後の演舞を、今までで一番の奏でを披露したいと思います。また私事ではございますが、本当にこの仲間で踊れる最後の演舞となりますので、精一杯楽しんで、元気で、時に涙を流しながら、悔いのなくこの3分間踊り切りたいと思います。最後まで精一杯演舞させていただきます。手拍子、心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。幾度流れる死の君に惹かれしまう、遠く来る滝の音、
まばゆい街。これは人よる娘が紡ぐ物語。みなは2019かなで。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。